ドジャースは16日、ドジャースタジアムでのレッツ戦で来場した先着4万人に大谷翔平選手のボブルヘッド人形を配る。ドジャースタジアム周辺は開門2時間前から長蛇の列ができ、大谷人気を感じさせた。ドジャースの専属ラジオ記者は、開門前にこんな行列なんて見たことがない、と話した。4万個のボブルヘッド人形のうち、 1700個はビジター用のユニフォームを着用した仕様の人形で、レアなお宝が混ざっているという。ロバーツ監督は大谷のボブルヘッドデーについて素晴らしいことだよ。昌平にとってもドジャースにとっても素晴らしいこと。幸運にもチケットが取れればホットなアイテムがもらえるんだね。開門前からファンが並んでることに驚きはないよ。 彼と毎日会えば、会うほどどれだけ彼が特別な選手で、特別な人間かがわかるんだ、と語った。